スティード・マルブランク、スティード・マルブランク、スティード・マルブランク、1980年1月6日イ、は、ベルギー・ムスクロン出身で、フランス国籍の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。モンペリ HSC の下部組織から、オリンピック・リヨンの絵渡り、トップチームに昇格するまでの間に、U-16 選手権で2度、 U-19 の全国大会であるで優勝を経験した。1998年2月21日のモンペリエ戦においてプロ初出場を飾って以降、UEFA チャンピオンズリーグの12試合に得点と UEFA カップの7試合を含めて公式戦で96試合に出場。2001年にはクープ・ドゥラリーグのタイトルを獲得しているが、決勝戦は未出場だった。 なお、この間に、イングランド一部のアーセナル FC から誘われたものの、まだ移籍する段階ではないと判断し拒否している。2001年7月31日に、クラブ史上最高金額となる移籍金450万ポンドで、イングランド一部に昇格したばかりのフラム FC と契約し、マンチェスターユナイテッド FC 戦で、初出場を飾る。加入一期目ながら、 9月15日のアーセナル戦で早くも初得点を挙げたのを皮切りに公式戦で10得点を記録するなどの活躍を示したことで13歳の頃からマルブランクを指導してきたアシスタントコーチに代表でジネディーヌダンを置き換える可能性を秘めていると称賛された。翌2002から03シーズンは攻殻危機に低迷するチームの中にあって2003年10月の 敵地オールドトラフフォードでのマンチェスターユナイテッド FC 戦のように競合相手に勝利へ同プレイを見せるなどで残留に一役買っており最終的に公式戦でチーム最多の13得点を挙げた。なお上記のマンチェスターユナイテッド戦の前日に契約2007年まで延長している。フラムでの5期では UEFA カップ2002から03での6試合3得点を含めて公式戦211試合44得点を記録する活躍にたびたびたクラブから狙われる立場にあり2003年にはチェルシー FC とリバプール FC2005 年8月にマンチェスターシティ FC から二ドーファーをクラブが拒否していたことで移籍することはなかったが2005年夏から開始した 契約延長の交渉を、マルブランク自身が拒否し続けており、契約満了となる2007年に自由、契約選手として別クラブに渡る考えだったため、契約期間残り1年を切った2006年夏に、オファーを受け入れることをクラブが宣言したことによって、ボルトン・アンダラーズ FC、ウエストハム・ユナイテッド FC、ニューカッスル・ユナイテッド FC、アストンビラ FC、ポーツマス FC から熱視線を送られ、 ミドルズブラ FC からは遺跡金400万ポンド、レディング FC からも同額のオファーをされる脱線に発展し、最終的に遺跡市場締め切日の8月31日に遺跡金200万ポンドの1シーズン期限付き遺跡のトレードでトッテナムホットスパー FC と契約した。フラム時代の足の付け根の負傷から11月まで行動を制限されていたため、11月8日に、 本拠地ホワイト、ハートレーンでのポートベール FC とのフットボールリーグカップで待望のデビューを飾って六十三分間出場をし、十二月九日の本拠地でのチャールトンアスレティック FC 戦で初得点を挙げた。トッテナムでは二千六から零七シーズンのデータで示されたようにリーグ全体でトップ5に入るほどに頻繁に成功率のタックルを仕掛ける牢を惜しまないプレイによって、 ファンから人気を集め、2007年3月14日の SC ブラガとの UEFA カップ2006-07の第2戦では欧州カップ戦でのクラブ通算150番目となる記念すべき得点を記録し、準々決勝進出に貢献したが、4月12日の前回王者セビージャ FC との準々決勝第2戦で相手のコーナーキックからのクリスティアン・ポール戦のシュートをクリアしようとして、 自陣ゴールへ蹴り込み、オーンゴールをする失態を演じてしまった。同試合自体は2から2の引き分けだったものの、2試合合計、3から4でチームは敗退した。2008年のチェルシーとのフットボールリーグカップ決勝戦に先発し、タイトル獲得に貢献した。2008年7月30日に、同僚のパスカル・シンボンダ、テーム・タイニオと共にサンダーランド AFC へ移籍し、 4年契約を締結し、12月20日の KC スタジアムでのハルシティ、AFC 戦で初得点を挙げ、バロー AFC との FA カップ3回戦で移籍後2得点目を挙げる。サンダーランドではスティーブ・ブルース監督の判断により、本来の右サイドより不慣れな左サイドでの司令塔の役割を埋められていたことから、 三期の在籍で公式戦に得点のみと以前と比較して減少しているが、その代わりにチームの点取りアに良質なパスを提供しており、2010年3月9日のボルトン戦ではアシストの記録こそなかったものの、同試合でハットトリックを達成したガレンベントからパフォーマンスを絶賛されるなど、チームを影から支えて2009から10シーズンの上位進出に貢献した。 翌2010から11シーズンは、ダニー・ウェルベックが、期限付き遺跡で加入してくると、役割がより顕著となり、そのパフォーマンスで競合のマンチェスター・シティー、アーセナル、リバプール、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦を含めた7戦無敗に貢献。2011年2月1日のスタジアム・オブ・ライトでの、チェルシー戦で遺跡後公式戦、通算出場数100試合を達成した。 2011年8月3日、リーグ出場数336試合を誇ったイングランドを離れ、フルスリオンのライバルである AS サンテティエンヌと2年契約を締結した。10年ぶりに戻ってきたフランスでは、FC 訴訟戦で途中出場によってデビューを飾っているが、この1試合に出場後の9月3日に契約を解除し、癌に侵された息子の看病に専念するため、 引退すると報じられた本人は代理人を通じて家族の病気もなく引退も否定しておりサンテディエンヌも公式サイトで契約解除の発表とともに気の件に触れて否定している2012年8月2日の入団テストを経て25日に古巣のオリンピックリオンと1年契約を締結した初出場を飾った9月2日のバランシェンヌ FC 戦では マキシム・ゴナロンと、中盤でコンビを組んで10ヶ月もの無所属を感じさせないほどのプレーを見せると、出場2試合目となった16日の AC、アジャクシオ戦では75分から出場して、リサンド・ロペスの得点を、アシスト、10月4日の UEFA ヨーロッパリーグ2012から13、でのハポエル・イロ切キリアット・シモナ・ FC 戦で93分に、コーナーキックで、グエーダ・ホフ,ファナの欠点、 21日のスタッドブレスト29戦で素晴らしいチップキックによって57分のバフェティング日5ミスの得点をアシストといったように量産し11月4日のスタッドジェルランでの SC バスティア戦ではジミーブリアンへのアシストに加えその2分後の95分にペナルティーキックで遺跡後初得点にして11年ぶりのリオンの得点を挙げた その後も、11日の訴訟戦でコナロンの先制点、次の RC、ランス戦で90分に、リサンドロ・ロペスの得点をアシストしていき、28日のオリンピックマルセイユ戦で、アレクサンドル・ラカゼットのクロスから、ボレーシュートで移籍後に得点目を挙げ、12月12日の a s ナンシー戦で、ミシェル・バストスの同点弾対して、リーグ通算6度目のアシストを記録する活躍が評価。 それで、同月に契約を2014年6月まで延長した。年が明けた2013年最初の試合となった1月12日の、トロア AC 戦で11分にコーナーキックからコナロンの先制点をアシストした。2014年3月14日の UEFA、ヨーロッパリーグ2013から14での FC、ビクトリアプルゼニ戦では、開始早々失点する。 厳しい展開の中で、ホハナ、ラカゼットの得点をそれぞれアシストした。5月28日に契約を2016年までの2年延長した。2016年夏に契約満了に伴いクラブを退団した。2016年6月18日にリーグアン所属の SM カーンへの移籍が発表された。ベルギーに生まれながらも4歳の頃に、 フランスへ移住したマルブランクは14歳で U-15 フランス代表に招集されてから U-21 までの各カテゴリーでプレーし U-18 では首相を務め U-21 では主力として UEFAU-21 欧州選手権2002での準優勝に貢献したその後フランス A 代表に招集されない状況から2004年に フィーハーを改正したことに伴い、出生国のベルギー代表に切り替えることに関心があると語ったが、それから数日後の十七日に、ベルギー代表の監督は、マルブランクの発言に触れ、資格はないと発言している、ベルギー国籍を有していなかった。マルブランクの発言から約一ヶ月後の三十一日に、ジダンをはじめとした負傷者が、相次いだ影響から、ジャック・サンティニ監督のもで、 オランダ戦へ向けて、フランス A 代表に初招集されているもの、未出場だった。なお、同時期に、イングランド代表を率いるスベン・ゴラン・エディクソン、監督は、イングランド代表に、マルブランクを招集することに関心を示していた。2012年11月に、ディディエデシャン監督によって、イタリア戦へ向けて招集されたが、最終メンバーから落選し、 またしても代表デビューを飾ることはできなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。